ちょっと聞きたいんですけど、今まで印象的なピーン、あ、そうですね、あの下のおけけを取られそうになったっていう癖強いねうちの人は彼氏、あ、彼氏じゃないです、彼氏じゃないく彼氏でもないくせに人下の毛取っちゃおうかみたいなやばくない、どういうことだよ何なのそいつえ、それってなんかノリで取っちゃおうかみたいな、なんか足がちょっとツルツル派っていうか好きだったんでなんかお風呂入った時にいけるかなみたいな感じで、やめれ本当だよね、で、なんて言ったの、それで、あ、別に私もちょっと好奇心があったんでやろうかなと思ったら、うん、カミソリの方が切れ味が悪くてちょっと諦めたって、痛い痛いってなってね、諦めちゃったっていうんですけど、あの心毛って結構強いからね、強いんですよ、ね、そう、そう簡単にいかんのよね多分ね、そいつもソルキままだからちゃんと用意しとけたら確かに、行き当たりばったりで揃おうとしてんだよってやばい、すごいことじゃん、抵抗、じゃあ無事に守られた感じ、そうです、今はあります、うん、あ、一回ちょっとね、あのデビューの時とかはちょっと、うん、なかったんですけど、あのデビューの時とかはちょっとなかったんですけど、うん、消えたんですけど、うん、でも消えたんだ、現れましたので、なるほど、今ありますって、ね、安心してください、今ありますみたいな、何違うみたいなありますよって感じで、安村さんじゃん、はい、今ありますありますいいですね、逆にシシドさんの人には言えないような性癖とかって持ってる、はい、ですね、うん、これは言うのすごい恥ずかしいんですけど、うん、の元彼とか、まあ、ピッチした時にその自分のセックスを録音してて、こっそり、うん、はい、え、動画じゃなくて、あ、違う、ハットリとかじゃなく、うん、もうこっそりボイスレコーダーみたいな携帯のあれで、リホちゃんが、あ、私がです、してて、はいはい、それを後で聞いてリハビリするっていうのにハマっちゃって、新しいその相手は知らなく、知らずに、はい、あの、バレないように、バレないように録音した後で一人でされるっていうのが、はいはい、ピンチですねなんか映像は聞くやん、じゃあハッピーって、そうですね、よく音ってね、なんか私すごい音が興奮するんですよ、それ自分の声を聞いて興奮する、それとも相手の声だったりする、どっちに興奮する、あんまり話さない方が多かったんで、うん、もちろ ん, なんかどっちもですね、本来ならもうちょっとね、うん、男性のなんか声が聞きたいんですけど、うん、あんまり皆さんあんま声出されなかったんで、基本自分で自分の声を聞い て思い出すかのようそうです、思い出す材料みたいな感じ、お気に入りのくだりとかあるんですか、ここ何回も聞くなみたいな恥ずかしい、だ要はサビだよ ねサビシャープいくつかなみたいな、なんか入る瞬間が好きなんですよ私、入る瞬間が一番、だからそれ多分、入る瞬間でどんな風になってるんですか、なんか入る瞬間になんか出るよみたいなのが、そこなんだ、そういうこと、それそれ、それリホちゃんもうってなるじゃん、絶対そう、苦まえるじゃないですか、うんうん、その時の感覚がそれで蘇るんですよ、うわ、一つになる瞬間というかね、へえ、なんかエロいっすね、エロいね、これめちゃくちゃやりそう、誰かもなんか真似したくなりそう、おすすめ、おすすめって言っていいのかな、たまになんかそういう、うん、出るよとか言ってくる人に対しては自分で分かりやすいような感じでちょっと言うの、入ったとかなんか言うのそうですそうです、なんかその分かりやすいようにね、ちょっと静かだなって方に入ってるよなんつって、どうして一回バレたことがあるって、そうなんですよ、そうなの、だから、うん、危険だからおすすめあんまできなくて、あ、そうなんだ、一回だけバレちゃって、どうバレるの、なんか、うん、私の携帯が多分光ったかなんかで、うん、回収し彼氏だったかな、なんか画面を見られて、うん、その録音の画面が出ちゃって、ね、 ってるよね、なんだこれみたいになって、大概バレたと思って正直に謝りました、その時は。そしたら、いや別にいいよ、いいよって言わなかったら向こうは、いやもうなんかちょっと驚いちゃってて、まあまあそっか、ちょっとドン引きしちゃったのかな、え、でも自分の声とさ一つになってるのを聞いてたにってめちゃくちゃ幸せなことじゃない、そう、なんかちゃんと説明したら分かってくれるかなと思ったんですけど、うんうん、多分その瞬間から私に対する信頼を失ったんだろうね、まあ、私に対する信頼を失ったんだろうね、するんだったら言ってよってことか、ちょっとちなみにのりさんだったらどうします、そのもし見つけちゃって録音してるって、まあどっち、そのこういう仕事をしてるとかしてないとか関係なし関係ない、いや関係ない、普通にやってたってそんなことない、いややばいな、今既婚者だしなと思ってる今やばいな、まあ今だったらな、そうだね、のりさんでもかけちゃうからね、そうだよな、肩書き何なんだろうな、のりさん何になんだ、何なんの、のりって何になんの、インフルエンサーでしょインフルエンサーでしょ
いやでもやっぱり言ってほしいね。撮るよ。したらもうガンガン動画で撮ろうぜって言うかもしれない。撮ってくるタイプ。そういう方だったらよかったかもしれない。どうだったか分かんないな。想像ができないね、自分だったらね。あと意識しちゃってすごい声を出すかもしれない。やだー。みたいな。全然なってるじゃない。みたいな。やばいね。入ってよ。入ってよ。こんな感じで言います。はい、撮ってると思った。すごいのが入るよ。いやだよ。僕だろ、ちょっと。気を確かに持ってね。すごいのが入るからね。あれトラさん。あれ。で、女の子は。ほら、演技してほら。いよいよ何のための録音か分かんなくなった。やばいね。台本ありきじゃんみたいな。ナチュラル感ゼロになっちゃうからね。自然な感じをね、出すためにも言わないでおこうっていうか、ね、新たな、ね、一人組手でしたね、これは。ちなみにシドさん、まだね、お仕事始めて日も浅いと思うんですけど、はい、今後やってみたい撮影とかってね、うん、ありますか、はい、いっぱいあるんですけど、うん、そのプライベートじゃできないことをやりたいので、あのもう超大規模ランとか。うわ、やりたいです。すごい急にボリューミーだよ。自分1に対して10人とか。そうですね、自分、いやもう100人とか。おお、稲葉物置きすごいの見てるじゃん。なんかやべ、稲葉物置きね、100人乗っても大丈夫って。そうです、そうです。あ、稲葉物置きであるのいいですね。いやいや、やりたい。やだ、すごいね。やってみたい場所もあるんでしょ。本当は体育館とかで、うん、あのマット引いて、あの体育マットで。そういう、なんていうの、そんな感じでいいんだ。どっか可愛らしいとこじゃなくて、もう体育館にマット引いて。そうです、私、そう、なんか学生みたいになって、みんな朝礼みたいな感じ、体育館にめちゃくちゃもう頭の中でできるんだ。そうです、ひっきりなしにみんなが待ってるから。そう、ちょっとなんか、ピッチでポップな、面白い感じのエピとかも。あ、そうです、好きだったんで。エッチポップ。でもさ、リホちゃんがさ、セーラー服着てさ、わーってみんな襲ったら燃えないなんて。まあそうなのかね、めちゃくちゃ嬉しそうじゃん、ちょっと。確かにまだセーラー服とか似合いそうだしね。一人組手事情を聞いていきたいんですけれども、ね、はい、一人組手はご存知ですかね。もちろんです。ありがとうございます。はい、直近1週間でりほちゃん何回されましたか。はい、2回くらいか。来ましたよ、エッチな。いいです ね、 ね、そんなに毎日っていう感じではなくって。ちなみに未だにおかずはもう音声、そう、あの音声は全部消去して、まあそういう、ね、思い出をね、感じの方もいませんし、なんであれですね、撮影マッチを思い出してやってます。なるほど、はい、やっぱ思い出すタイプなんだ。そうなんですよ、思い出すタイプですね。だって自分の作品とかもさ、別に、あ、でもそうです、かけておいたらさ、映像だけ見なければ音声とは聞こえるもんね。思い出したり、自分の作品見て、あの、ピーン、想像して、ピーン。だから、その お相手の方にお願いしたいのは、出るよって言ってほしい。そうですね、言ってください。台本に書き足しちゃいます、自分で。え、ちなみに初めて一人組手をした時のことって覚えてますか。はい、それが小学校始まる前くらいですかね。うん、小学校始まる前、はい、幼稚園くらいに、あの、おばあちゃん家に行ったら、ゴルゴ13があって。え、ゴルゴ、ゴルゴ13でしょ、斉藤隆夫先生の。そ、ね、があって、うんうん、それを見たら、ちょっとエッチなシーンあるじゃないですか。はい、あれを見て、なんかちょっと体が熱いなっていう感覚を初めて感じて、で、ちょっと触ってみようかな、実際気持ちいいなみたいな。なんか、はい、触ってみればもう分かってたの、ここかもって。なんか熱いとこ触ってみたら、そんなゴルゴ13からねえ、あるんだね。ねえ、エロ本ではなくゴルゴでしたね、私は。ゴルゴでした。ゴルゴに統合に。そうなんだね。じゃあ、ね、年齢を重ねてからはまた別の、うんうん、そうですね、うん、ちょっと大きく、まあ、小学校くらいになったら、うん、動物の交尾の映像。何？大丈夫、それ毎回二度聞きしちゃう。何言って。あの、哺乳類の交尾。はい、なんか、はい、哺乳類ね。ピーン。クスとか具体的なワードが分かんなくて、その時は。あ、交尾とか、うん、そういうのを作品に入れて検索して、牛とかサイとか。
サイすごい声もすごい俺サイの交尾で一人組みたいってなかなか難しいと思うよ激しいのかな見たことないんだけどサイは激しいんです、結構渋い声が出るのちなみに交尾ランキングだとどれが一番良かったのダントツでまず馬ですね馬なんだ馬なんだ馬です 馬ですなんでなんで、ね、なんかやっぱり興奮してるのがすごくわかるし生々しいんですよねなんか馬の交尾ってしかも馬さんは大きいしねそうですそうですすごいやっぱ鮭みたいにぶっかけるタイプあんまりあんまり鮭ああいうのもしかしたらぶっかけてんなみたいなのはどうですか特に何も思わなかったかもそうですかマニアックですね逆にねあそうですかすごいそうなんですよゾウ、あ、ゾウもやばいですよね。ゾウって、ゾウもやばいです。やばい。ゾウやばいってどういうこと？鼻使う？ゾウもう。鼻が入っちゃうことはない。鼻は使わないんだ。もったいない。ねえ、あんな長いのあなたら使えばいいのに。もう一個鼻あるみたいな感じで。ゾウってもう一個。すごくない？鼻あるみたいな感じですよ、ね。これはちょっと気になる。俺すぐ見よう動画。私も見よう。すごいんですよ。とにかくもう生命力っていうのかな、野生の。ゾウのね。はい。ちなみになんかそのおもちゃは使うの？ですね、最近撮影でおもちゃを使ってそれで良さに気づいたんで、うん、ちょっとずつ快適な一人おもちゃ組み手生活をいいですね新たな一人組み手生活がはい始まりましたいやいや今後も期待ですね本当にねということで本日のゲストおしりどりおちゃんでしたありがとうございます